れ様でした。いよいよ最後の曲になります。最後の曲、これ皆さん多分ご存知だと思いますので、全員で、歌ってください。お店の中の方も全員で歌っていただきます。翼をくださいです。いいですか。今私の願い事は、2月2日にですね、県立美術館の講堂で、静岡フォークジャンボリーというイベントがですね、11時からあります。2月2日の11時です。覚えやすいですね。22の11時から、入場無料でですね、静岡で活躍するアマチュア のフォークグループが、10組ぐらい出ると思います。皆さんもしよかったら足を運んでいいですね。それと今日このいろんな曲歌いましたけども、懐かしい曲だらけで、多分この中には家に帰るとですね、ギターが押し入れの中に眠ってる方もあると思うので、そういう方はですね、ギターを引き出して、あと昔の LP とかですね、懐かしい曲を聴いて、今晩は皆さん40歳若返ってですね、女性の方はシワが減りますし、男性の方は髪の毛が生えてくるかもしれません。どうもありがとうございました。